単子系核俳句集丸一、魔境の中の光、大川隆法。後書き。私の本心がズバッと出ているので、肝の冷える人も多かろう。俳句には死にかけないノンフィクション性もある。芭蕉の作った定型を破ったのは相すまぬが、人生の意味を考えるとき、やはり思いの丈を述べておいてもよかろうと思う。新しいジャンルとして確立するかどうかはわからぬが、核俳句という木の海という同人誌の流れを組む一つの自由端子系ではある。何か新しい発見や感動があれば嬉しい。2022年1月5日、幸福の科学グループ創始者兼総裁、大川隆法。